福祉についてね、ちょっと、そんなね、福祉について全部説明するには、ね、1時間も2時間も3時間も必要だから、ちょっと、よくね、質問を受けて、福祉のことを誤解してるんじゃないっていう人が結構いるから、その辺のことをね、ちょっと話します。まずは、基本的なことはこれでね、赤い花。これは形容詞と名詞だよね。ペアだよね。花が咲く。ああ、咲くか。ちょっと待ってね。花が咲く。これいいのか。じゃあね。ちょっと待ってね。よしと。咲くっていこうか。いこうか。美しくってやろうか。美しく咲く。な。これは何のペアかっていうと、副詞と、なんだっけ、動詞だよね。こういうふうに、形容詞っていうのは名詞につくわけよ。な。名詞がどういうものかを示すわけ。副詞ってのは一応ね、動詞。副詞ってのは英語で adverb っていうからね。verb につくわけでしょ。verb に足すって意味じゃない。ね。verb の方を修飾すると。そういう意味なんだけども。たださ、これは一応ね、便宜上そう言っただけで、もちろんこれがメインの副詞なんだけども、副詞ってのは実を言うと本当にいろいろあって、要するにさ、品詞で名詞ってのはわかるでしょ？で、形容詞ってのもわかるよね。形容詞。わかりやすいよね。で、動詞ってのもわかりやすいでしょ？で、前置詞と、接続詞ってのもわかりやすいじゃない。なんでかっていうと、これはもう数が決まってるからね。前置詞っていうのは、in とか on とか at とかね。接続詞っていうのは、because とか、when とか、that とか。そういうふうに、これはね、数が決まってるわけよ。ね。ほんで、あと、なんだっけ。感動詞っていうの？これは別に感動詞っていうのは、あーとか、おうとかね、やいとかね、そういうやつだけども、これは関係ないでしょ。ね。文法にはね。だから、実を言うと、副詞っていうのは、全部の品詞の中から、これを引いたものを、副詞って呼んでるわけよ。だから副詞っていうのはね、その他って意味なのよ。実を言うとね、副詞っていうのは。副詞っていうのはその他、これ以外のことを全部副詞って呼んでるわけ。だから本当多様なのよ。だから、例えば、ちょっと、これはどっかの、文法書にあったやつなんですけどね。He will return soon。これは一番典型的な副詞だよね。動詞を修飾していると。She is very intelligent。形容詞を修飾していると。Very intelligent。ね。The man speaks French very fluently。ね。Fluently っていう副詞を修飾していると。He is only a child。ああ、これね。ああ、これはね。これもともとは名詞って書いてあったのね。でも正しくは名詞句だからね。ちょっと直しておきます。参考書にはね、確か名詞って書いてあったと思う。ね。これ後でね、これは、このことは説明しますわ。He turned up just after noon. あ、just at noon か。ね。ちょうど12時に、現れたと。Do exactly as I tell you. 節を修飾。あ、これか。要するに、as I tell you 全体を exactly であれしてるわけね。修飾してるわけね。Happily, the girl did not die. 幸いなことに女の子は死ななかったと。文全体を修飾。これはこれとは違うよね。The girl did not die happily. これとはだいぶ違うでしょ。こっちは死んだんだよね、女の子はね。こっちは死ななかったんだよね、結局はね。ね。女の子は、幸せには死ななかったと。つまり、なんか不幸な死に方をしたっていうことか。ね。
こういうふうに見たらさ、すごく多様で、なんか大変だなと思うんだけど、まあ、どこの参考書にも書いてあるように、副詞っていうのは名詞以外でね、名詞以外を修飾すると。名詞以外だったら何でもいいと。だから動詞でも形容詞でも副詞でも、ね、句でも節でも文でもいいわけよ。ただちょっとここはね、注意がいるんで、これもね、よく質問あるんだけども、オンリーっていうのはここ名詞を修飾してるんじゃないんですかっていうわけよ。名詞は修飾してないよね、これね。だって名詞を修飾するんだったら、He is an only child ってなるわけよ。そうでしょ。これはさ、彼は唯一の子供ですと。つまり一人っ子ですってことよ。一人っ子ですと。ここへ入ったら形容詞になって、オンリーの形容詞っていうのは唯一のってことでね。だから兄弟いないわけよ。一人っ子ね。ところが、これは名詞を修飾してるよ。形容詞だからね。ところが、これはさ、名詞を修飾してるんじゃなくて、名詞だったらチャイルドだからね。名詞じゃなくて名詞句を説明してるわけよ。あ、修飾してるわけよ。ね。名詞句っていうのはちょっとわかりにくいと思うけども、例えばね、なんだろう。例えば、ちょっと待ってね。例えばさ、This is、ここに入るの考えたらさ、This is、ここにはペンとは入んないんだよね。This is ペンっておかしいじゃない。つまりこれは名詞であって、名詞句じゃないんだよね。句が入んなきゃいけないんだよね。This is a pen。あ、ペンは名詞句よ。Pens っていうのは、あ、ペンズはダメか。This is the pen っていうのは名詞句よ。ね。This is my pen っていうのは名詞句よ。でも、ペンはダメなのね。だから、名詞と名詞句をちょっと区別してほしいんだけどもね。わかる？だから、これは、オンリーは、名詞を修飾してるんじゃなくて、あ、チャイルド全体を修飾してるわけね。いい？あるいはこういうやつでね、よくあるのは、もう一つあるのは、こういうのは少ないんだけどね、イーブンっていうのはあるよね。Even a child can see it。子供でさえも can see it。それが見えると。まあちょっと、どういうシチュエーションかわかんないけど、それを解けるでもいいよ、その問題をね。Can understand it でもいいよ。こういう even もやっぱり副詞なんだけど、これ名詞句を説明してるわけ。だから、名詞以外だから、名詞句も名詞以外なのよ。厳密に言うとね。これは結構不思議に思う子がいるみたいで、随分質問されるよね。ほんで、あと、さっきも言ったように、副詞っていうのは、イコールその他なのよ。だからもう、本当に、なんていうの？いろんなものが混じってるわけよ。つまり、例えばさ、形容詞、あ、名詞を修飾するものを形容詞って呼ぶんなら、動詞を修飾するものは、なんとかって呼ばなきゃいけないじゃない。あるいは形容詞を修飾するものは何とかって呼ばなきゃ、別々の名前つけなきゃいけないはずなんだけども、それぞれね。そんなことやったら大変じゃない。ね。だから、副詞ってやったわけよ。だから、中身は本当にいろいろね。だから、一概にはこれ、副詞がどうこうするっていうのは説明できないんですわ。それでよくあるのが、副詞の位置だよね。副詞の位置を聞く人が多いんだけども、副詞の位置っていうのはね、いろんな副詞があるからさ、一概には言えないわけよ。まあ一番言いやすいのは、あれだよね、頻度。頻度を表す副詞の位置。例えばなんだろう、always とかね、sometimes とかね、never とかね、こういうやつよ。これはどこの参考書か見ても、こういうふうに書いてあるのね。be 動詞の後か、一般動詞の前。
って書いてあるんだけども、これはちょっと分かりにくい説明でね、実を言うと B 動詞の後に来るもの、一般動詞の前に来るものって、一つもう中学生でも知ってるのがあるんだけどね。これ何かっていうと I am busy ね。なんだろう、 I go to school、これ否定文に変えるときさ、B 動詞だったら動詞の前、一般動詞だったら動詞の前に、動詞の後か。B 動詞だったら動詞の後でね。I am not busy。ね。一般動詞だったら動詞の前にするじゃない。まあもちろんね、do は入るけどね。I do not go to school。ね。だから、これは言い換えれば、ね、not の位置っていうことなのね。ね。I am always busy。どうしよう。I am always busy。I always go to school。ね。ここでね。これぐらいかな。あとなんかあったかな。まあ、いろいろあるけどね。一番大切なのは、やっぱり、副詞っていうのは、もう本当にいろんなものを一塊、一つにまとめた。めんどくさいから、その他って言うじゃない。なんか分類するときさ。A、B、C にっていう分類して、A も B も C にも合わな、あの、当てはまらないものってあるじゃない。だからそういうのはその他っていうじゃない。それと同じで、副詞はそういうものなのね。ね。まあ、あといろいろあるんですけども、とりあえずまあ、副詞について言えることはそんな感じかな。ややこしいよね、副詞っていうのはね。ほら、これはまあ副詞だけども、副詞句になったりさ、句か。あれは副詞説になっても結構ややこしいとこ出てくるじゃない。副詞句ってのは、例えば不定詞の副詞用法っていうやつよ。不定詞の副詞用法。形容詞の副詞用法っていうのはね、さ、何とかするための何とかって訳せばいいんだけども、大体。でも、不定詞の副詞用法っていうのはいろいろあるでしょ。目的を表したり、結果を表したり、感情の原因を表したり、判断の根拠を表したりね。それと、あと、VING の副詞用法。副詞用法。ここもややこしいよね。まあ、他の言葉でこれは、なんだっけ、分子構文って言うんだけども。これもほら、意味いろいろあったじゃない。だから、副詞ってのは本当にいろいろあんのよ。ね。あと、副詞説でね。これなんていうのも、副詞説。時を表したり、あるいは条件を表したり、あるいは理由を表したり、いろいろあるじゃない。まずは、副詞っていうのは、その他っていうことなんだと。そういう認識でいてください。ね。で、まあ、細かく、それぞれ、こういうのはどうだとかさ。副詞ってのは、本当にややこしいね。例えば、オンなんていうのもね、これも副詞だからね。インなんていうのも副詞あるからね。例えば、なんだろう、come in。come in のインは副詞なのよ。I live in Tokyo。このインは前置詞だけどね。前置詞。つまり、前置詞の後は名詞が来るわけじゃない。つまり、目的語を取るわけよ。要するに他動詞なんでね、前置詞っていうのはね。だって目的語を取るんだもん。つまり、I live with him とかいいじゃない。ね。目的格でしょ。ね。副詞っていうのは何も取らないっていうことは、一種の自動詞なのよ。ね。まあ、ちょっといろいろやっていたらきりないんで、この辺にしときます。じゃあね、また。